あれなんだよね、あのゼタちゃんに会ってきたんだよね。なんかゼタちゃんが結構前、え、なんだったら年明ける前に、あのいろは先輩、あの年明けてそのこのぐらいの時期にその日本に来るって風間に連絡くれてて、でもともと予定をね合わせましょうをね、で一緒にお出かけしてきた。ゼタちゃんは甘いものとかよりも辛いものとか、なんかそのしょっ辛いものが好きみたいで、そうお肉が好きなのかお魚が好きなのか分かんなくて、で迷った結果一緒にオムライス食べに行ったんだよね。でしかもオムライス食べるの初めてだったらしいのね。反応が可愛くてずっとオムライス初めて、カズマもヒヤヒヤだったよ。いや口に合うかなって、美味しいってめっちゃ美味しいって言って食べてくれた。じゃあオムライス初めてすごいって言って、で可愛かったね。一生懸命日本語でコミュニケーション取ろうとしてくれて、やっぱねゼータすごい日本語上手なんでござるよな。で風間は風間でできるだけ英語で合わせようと思って、あの言語のぶつかり合いだった。風間のヘナチョコイングリッシュとゼータちゃんの一生懸命な日本語で戦ってた。で、あとめちゃくちゃ恥ずかしかったのは、ゼタちゃんと話してて、で、やっぱ店員さんは日本人だからさ、ゼタちゃんにセンキューっていう流れで、なぜか知らないけど、店員さんにもセンキューって言って、あ、違う、ありがとうございます、みたいな。ごちゃごちゃになんねんって。ゼタちゃん笑ってくれたけど。いや、臭いじゃないんだよ、ほんと。いや、絶対なるかんね、みんなも。そう、そんな笑ってられんね、今のうちやでみんな。海外の友達来たら絶対そうなるかんね。いや、めちゃくちゃ恥ずかったでござるよ。